任期満了に伴う加賀市長選挙は今日告示され、現職の宮本陸さんが無投票での参戦を果たしました。参戦万歳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 ありがとうございました。宮本さんは64歳、県議を経て2013年の加賀市長選挙で初当選しました。これまでに北陸新幹線の延伸に向けた準備などに取り組んできました。さまざまな実証事業をさせていただいてまいりましたけれども、基本は極めてオーソドックスでありまして、まさにブレずに戦略的施策をですね、やっぱり継続的に行っていくということが一番大事なことだというふうに思っております。3期目は人口減少に歯止めをかけることや、新型コロナの感染拡大で打撃を受けた観光地の立て直しが課題となります。2期8年の実績を掲げ、宮本市政3期目は来月30日からスタートします。